ウォーリア。ウォーリアは、鉄製の尖閣と装甲を持ったイギリス海軍最小の装甲艦。1860年浸水、1861年竣工。その前年に浸水したフランスの装甲艦ラグロワールに対抗して建造された。1861年8月に収益した時点で、ウォーリアは世界に、 それまで存在した装甲艦よりも際立って大きく、また最も高速、重武装、重装甲の軍艦であった。ラクロワールに比べても2倍の大きさを持ち、速度、走行、微砲のいずれも完全に凌駕していた。ウォーリアは革命的な技術を採用したわけではなかったが、新型の小型蒸気機関、ライフル付き護送法、走行配置と走行の新装材、 それに、スクリュー推進などのアイデアを初めて一隻の船に、統合、かつてないスケールでそれを実現していた。ウォーリアの建造とともに、高威力の観方と高い防御走行という矛盾の、ことわざ通りの果てしない性能競争が始まり、それは、第二次世界大戦において、空軍力が戦艦を、時代遅れの存在にするまで、続た。 ウォーリア自身もこの激しい競争によって速やかに時代遅れとなり、1883年5月には実戦部隊から引退した。ウォーリアは現在ポーツマスコーにおいて博物館船となっている。ラグロワール設計の極秘情報は1858年5月にイギリス海軍本部にもたらされた。クリミア戦争中の英仏間に存在した緊密な協力関係は、 一瞬にして消滅した。ラ・クロワールとその姉妹艦の詳細情報はすべてフランスの最高機密として扱われていた。新しく成立したイギリスのダービー政権は当初フランスの新しい県艦計画を深刻な脅威と受け止めようしなかったが1858年8月になってその結果としてフランスが蒸気推進艦に関してはイギリスと肩を並べ 装甲艦に関してはイギリスをすっかり凌駕することが明らかになった。海軍監督官のサーボール・ドウィン・ウェイク・ウォーカー提督や海軍省の議会次官ヘンリー・コリーの強い要請を受け、海軍本部委員会は1858年11月22日、ラグ・ローアールとほぼ同等の木造装甲艦の設計要求を発した。しかし、 ウェイクウォーカーとその主任設計者のアイザック・ワッツには資材として木材が適切であるとはどうしても考えられなかった。当時の木造船建造能力はすでに最大サイズに達しており、また最大のものの一部はすでに老朽化の兆候を示していた。そして森林破壊による木材供給能力の低いイギリスの国土に関する 深刻な門と現場からの速やかな建造が求められていることを考え合わせると木造船より鉄製の船の方がはるかに早く建造でき船体サイズも未知数であったもはや鉄製尖閣の採用以外に選択の余地はなかったまた重量を空走行版の採用によって複数の砲艦パ板を持つ構造は重心面においてトップヘビーを招くため実現不可能となり 結果として、ラグロワー,ールと同じく一層式の砲乾板に、片弦十七門の単層砲を十五フィート間隔で並べることとなったため、砲列乾板の長さは、長大なものとなった。所定の艦首部と艦尾部を加えると、船体の長さは、約三百八十フィート、百十六メートルを必要とし、それは、従来の、いかなる軍艦よりも百フィート、三十メートルも長かった。 しかし、戦列艦時代のズングリとした艦型に比べ、新型装甲艦は縦に長いスマートな艦型となったために速力の向上につながった。W. ブラウンリーは1985年の著書でウォーリアを最初の近代戦艦と呼び、また1987年のサイエンティフィックアメリカン誌にその革新的な特徴について述べている。 海軍本部の設計は1858年12月末に承認されたが、鉄製尖閣に関する経験がないため、海軍本部委員会は国内の最も先進的な複数の鉄線造船会社に設計を依頼した。それらの設計は1859年4月に提出されたが、アイザック・アッツはそのいずれも何らかの点で自分自身の設計の基準に達していないと考えた。 その結果、海軍本部の設計による新しい鉄製フリーゲート建造の入札が行われ、ロンドンのテムズ鉄工造船所が契約を獲得した。契約では浸水を契約の11ヶ月後と取り決めていたが、それはあまりにも楽観的な日程だった。ウォーリアの浸水は1860年12月29日に行われたが、 その年の冬は50年に一度という記録的な寒波に見舞われており、ウォーリアの船体は滑走台に凍りついてしまったため、6隻の引き船によって川に引き出された。春行は1861年の10月24日で、費用は357,291ポンド、2006年の2,300万ポンドに相当であった。 ウォーリアは1858年11月に建造が決定されてからちょうど35ヶ月後に収益した。ウォーリアは結局収益中に実戦を経験することはなかったが、本艦と姉妹艦のブラックプリンスは浸水当時、世界最大最強の軍艦だった。海軍技術の進歩は著しく、両艦とも10年後には第一線から退かざるを得なかった。 1869年、ウォーリア、ブラック・プリンスと木造外輪フリゲート、テリブルは特別に作られたカンドック、バミーダをマゲーラ諸島からバミューダ諸島のアイルランド島まで大西洋を横断して栄光する任務を与えられた。この航海には39日を費やした。1875年4月1日、ウォーリアは予備艦隊に編入され、 さらに1883年5月31日、時代遅れとなったことを理由に退役した。そして武装とマストを取り外された。その後、ウォーリアは浮き倉庫、ハルクとして使用され、1902年から1904年にかけては、駆逐艦船隊の倉庫船となった。1904年には、ポーツマスの HMS バーノン、軍艦ではなく、イギリス海軍の魚雷学校。 海軍は海軍に付随する沿岸施設にも HMS と付ける習慣があるに所属してバーノン3と名を変えた。その役割はやはりバーノンに付属するいくつかの尖閣二条機と電力を供給することだった。1923年10月にバーノンが新たに建設された沿岸施設に移転するとウォーリアとその他の尖閣は不要となり、 イギリス海軍は1924年にウォーリアを売りに出した。ウォーリアにとっては幸運なことに海軍が売却を決めた時は折しも第一次大戦の終了により本館よりも良質な鋼鉄を使用した近代軍艦が数多く解体されていたためにクず鉄需要が低下してお本館は商業的な関心を呼び起こすことなくそれから5年間ポーツマスに留め置かれた。 結局、スクラップとして売却する計画は1929年3月に放棄され、新しい経理地であるウェールズのミルフォードヘイブンにあるペンブロークドックに栄光された。到着と同時に燃料油ハルクシー7 7とのみ呼ばれる燃料特定券産業員詰め所となった。この時代時までには、ウォーリアの後継者のいくつかも似た運命をたどっていた。1909年には、軍艦、 エジンコートと軍艦ローサンバーランドが分解されて石炭ハルクとなり1926年には軍艦バリアントはハモズ、ハモアゼの浮き燃料庫となっていた。その後50年間、ウォーリアは時折メンテナンスのために近くのカンドックに引かれていく他はラニオンコ部、ブ、ラニエンコ部ブにおいて沖合の燃料庫として使われ、 1929年から1979年までに5000隻近くの船に燃料を供給した。その間、イギリスの生き残りの装甲艦とその後継者である戦艦はすべてスクラップとして売却された。最後に残っていた同時代の船、エジンコートもハリッチの石炭ハルクとしての50年のサービスの後、1960年に廃棄された。ウォーリアはカイジトラスト、 マリタイムトラストの力によって廃棄の運命から救われた。世界初の鉄製装甲軍艦として、ウォーリアはイギリス海軍の歴史的に最も重要な軍艦のうちの一隻と認られた。1968年にエディンバラ港はウォーリアを救い出し復元するための会議を主催した。そして1年後、この年老いた装甲艦と その他の歴史的な船を保存するための海事トラストが設立れた。海事トラストは1970年代を通して、ウォーリアを保存する可能性について交渉と調査を行い、ついに1979年8月、その権利を獲得した。ウォーリアの博物館船への復元は1979年8月、まずその一時的な母校となる。 ハートルプールの石炭ドックに向かう800マイル、1287キロメートルの旅から始まった。ウォーリアはそこで、主にカイジトラストが拠出した800万ポンドの資金をかけて復元されるのである。ハートルプールには1979年9月3日に到着した。回復作業はまず、燃料っ手への転換の際に上甲板に流し込まれた。 分厚いコンクリートを含む80トンものゴミを除去することから始められた。その後8年をかけて、ウォーリアの甲板、内部区画、手記や木工品、重機類が復元され、または再作成された。またマストや作具、煙突なども再現され、選手像もオリジナル、1960年代に破壊されたの写真を手本に新たに削り出された。 ウォーリアは1987年6月16日、ほぼ完全に復元された状態で、現在の場所であるポーツマスに到着した。若返った総交艦は、ウォーリアと改名したが、当時ノースウッドにあったイギリス海軍の作戦司令部、HMS ウォーリアとの混同を避けるため、正式名称は、ウォーリアである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。